アメリカンウイスキーの一種、バーボンウイスキーの瓶アメリカンウイスキーとは、アメリカ合衆国で生産されるウイスキー。味わいは、他の地域で生産されるウイスキーよりも軽い。アメリカンウイスキーは、アメリカ合衆国連邦規則州、第27編第5条の22により、以下のように規定されている。ただし、これらの規定はアメリカから輸出される、蒸留酒については適用外である。 穀物を原料に、エタノール濃度95%未満で蒸留した後、多く損で熟成させたもの、及びそれにスピリッツをブレンドしたもので、エタノール濃度40%以上で瓶詰めしたもの。また、エタノール濃度は、熟成前の樽詰めの段階で62.5%以下でなければならない。アメリカでは多様な穀物が収穫されることから、 ウイスキーの原料として用いられる穀物も様々である。アメリカンウイスキーは主要な原料を呼び、製法の違いによって連邦規則集で以下の種類に分類されている。なお、それぞれ熟成期間が2年間を超えると、ストレートバーボンウイスキー、ストレートコーンウイスキー、ストレートモルトウイスキー、ストレートライウイスキー、ストレートホイートウイスキーとなる。 ストレートウイスキーはアメリカンウイスキーの生産量のおよそ半分を占める。ストレートウイスキーに他のウイスキーまたはスピリッツを混ぜたものをブレンデッドウイスキーという。この場合、ストレートウイスキーが20%以上を占めていなければならない。また、ブレンデッドウイスキーのうちストレートバーボンウイスキーを50%以上含むものをブレンデッドバーボンという。 連邦規則州で規定されてはいないものの、アメリカンウイスキーの詳細な種類を示す故障としては、次のものがある。連邦規則州で、バーボンウイスキーに分類されるもののうち、テネシー州で製造され、ンで熟成する前に、テネシー州産砂糖海での木炭を用いて露化したものを、テネシーウイスキーという。連邦規則州においては、 シングルモルトを含め、シングルという用語についての規定は存在しない。したがって、アメリカンウイスキーでシングルモルトウイスキーの表示があっても、それは単に同一上流所のモルトウイスキーを使い、連邦規則州のモルトウイスキーの条件を満たしただけのウイスキーの可能性がある。ただし、スコッチウイスキーにおけるシングルモルトウイスキーの決まりに倣って表示している場合もある。 なお、ライウイスキーについても、モルトと同様である。テネシーウイスキーの地位確率に貢献した、ジャック・ダニエル北アメリカにおける、上流種の製造技術は、ヨーロッパからもたらされた。植民が始まった当初は、オランダ人がジンを、フランス人がブランデーを製造するなどしていた。その後、西インド諸島産の糖蜜から、ラム酒が製造されるようになり、 続いてライム麦やトウモロコシが用いられるようになった。ウイスキーの上流を始めたのは東海岸に植民したスコッチアイリッシュと呼ばれるスコットランド人を呼びアイルランド人である。アメリカ合衆国の独立後政府がウイスキーに対し重税を課すことを決定すると上流業者の多くは税金から逃れるために東部から 内陸部のケンタッキー州やテネシー州へ移動した。内陸部の気候はトウモロコシの栽培に適していたためこれを原料とする上流酒が製造されるようになり、バーボンウイスキーの製法が確立されていった。これについてはジョージタウンの牧師エライ・ジャクレイグの製法を上流業者が模倣したと言われている。アメリカンウイスキーの多くで採用されている。 内側を焦がした樽を用いた熟成法も、エライ・ジャクレーグが1785年に考案したと言われている。南北戦争後には、連続式上流機と呼ばれる、大量の上流を可能とする装置が普及し、生産量が増大した。連邦規則集上は、バーボンウイスキーの範疇に入るテネシーウイスキーは、1904年、ジャック・ダニエル製造のウイスキーが、 セントルイスで模様された、博覧会で金賞を受賞したことをきっかけとして広く認知されるようになった。ジャック・ダニエルは、1866年に、政府公認第1号の蒸留所テネシー州、ムア郡、リンチバーグに創業したことでも知られる。1920年に、連邦禁止法が施行され、種類の製造、販売が禁止されると、ウイスキー蒸留所の閉鎖が、 相次いだ。1933年に同法が撤廃されると、復興が始まったが、州によっては、州法としての禁止法が残り、復興が遅れたケースもある。第二次世界大戦の勃発も逆風となり、復興が軌道に乗ったのは1950年代に入ってからで、ある。ありがとうございます。